皆さんこんにちは、ダンディ系 YouTuber のオルトです。本日はたくさんご要望をいただいていた質問コーナーをやっていこうと思います。やっぱり僕がなぜここまでダンディなのか気になりますよね。実は2年ほど前から質問コーナーをやってほしいと言われていたのですが、やっと今日こうやって撮ることができます。ここまで長引いたのは理由があるんですよね。その理由は5文字いただければ説明できます。ズバリめんどくさかった。ということでやっていきたいと思います。この撮り方久々で緊張しますね。 3,4 年ぶりなんでね、以前やったやつとはだいぶ内容が違うと思います。まあ日々進化するアラサーですからね。ちなみに3年前の質問コーナーは300件以上質問をいただいたんですけど、今回はなんと1000件以上もいただきました。皆さん本当にありがとうございます。今回はその中からなんと50個答えさせていただきます。1000件中50個ですよ。200分の1か。選ばれた人はなんかいいことが起こる呪いかけておきます。まあよくある質問コーナーみたいに、どんなタイプが好きですかとか、 MBTA は何ですかとか、そういうありふれた質問は今回採用しませんよ。一発目からどぎついやつでいこうと思います。 MBTA は何ですか。いやー、1000件中992件はこの質問でしたね。僕は何回やっても仲介者 INFP です。違うやつになりたくてリアルに50回くらい診断したんですけど、全部仲介者でした。ちなみに INFP とはどんな感じなのかググってみました。仲介者は控えめ、または静かそうに見えるかもしれませんが、心の中は情熱であふれ生き生きとしている人たちです。独創的かつ想像力豊かなので、いろいろな空想をしながら様々な会話やストーリーを作り上げることが好きなタイプでしょう。繊細な気質の持ち主として知られていて、音楽、芸術、自然、そして周りの人たちに対して深く感情的に反応する人たちです。仲介者は高い理想を持ち、共感力が高く、人助けが自分の使命だと感じていて、深く心を通わす人間関係を求めます。でも全人口のうち仲介者が占める割合はとても低いので、仲介者特有の気質を正当に評価しない世界にさまよいながら、自分は他の人に見えていないようだと感じたり、孤独感を覚えたりすることもあるでしょう。ディズニーで見つけたら声かけても嫌ですか。この分の件、アラサー主人と拝見し、G じゃないか説があるんですが、真相はどうでしょうか。これはこちらの動画のこのシーンですね。もういた。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。鋭いですね。確かにアラサー男4人が小さなカナブン1匹にこんなにビビり散らかすわけないですよね。カナブンです。ファンタジースプリングスに入った時の第一声が気になります。これ僕鮮明に覚えてるんで、ちょっと完全再現しますね。ふふふふ、これが草ね、大地、優しい匂い。オルタクファミリーです。娘2人受験生ですが、オルトさんから激励メッセージが欲しいです。ファイティン。受験生です。応援の言葉お願いします。オルトさんみたいなディズニー好きな男の人に出会うにはどうしたらいいですか？大好き大好き、オルトさん大好き大好き。いや待って、これは考え方を変えるんだ。ディズニー好きな男って絞っちゃうとなんかもったいなくない？それよりも捕まえた男をディズニー好きにすればいいんですよ。レベル50のリザードンに出会うより、一かけで出会ってレベル50のリザードンに育てる方が楽しくないですか？しかもこれはさ、偏見かもしれんけど、ディズニーの魅力にまだ気づいてない男の方がいい男が多いよ。ディズニー以外の趣味はありますか？旅行はもともと好きなんですけど、最近だとやったことがないことをやるのが趣味ですかね。新しいお店に入ったり、新しい体験をしたり、行ったことない道を行ってみたり。もともと旅行するとき以外はすごくインドアだったんですけど、同じことを繰り返してたら毎日が過ぎていくの早くないですか？でも新しいことをやり続けることで1日の時間がめっちゃ長くなりました。この前もね、たくさん楽しんだからそろそろ寝るかって思って時計見たらまだ15時だった。
これね。ちょっと今回真面目に当てに行っていいですか？これまでのパルパルの傾向を見たら、なんとなく分かってきた気がするんですよね。おそらくですけど。今まで何人彼女いましたか？逆に聞きたいんだけどさ、君は星の数を数えたことがあるのかい？片手で収まります。今度初めて一人ディズニーするんですが、心得とかあれば教えてください。一人の良さはやっぱり自分の好きなように回れることだと思います。例えば大好きな場所にずっといて無心で景色を眺めたり、そこの空気を吸ったり BGM を聞いたり、あとはほとんどの人が最初の一人パインは緊張しまくるんで、早めに高いハードルを超えていた方がいいと思います。例えば一人スプラッシュマウンテンとか、これを最初にやっておけばあとは全然余裕。まあこんなこと言ってますけど、僕の最初の一人パインは緊張しすぎてシンドバッドだけ乗って帰りました。恐れディズニーってオルトさん的に何月がベストだと思いますか？これはね、子供代表として言わせてもらいますけど、やっぱり気温が安定している4月か11月ですかね。空気が気持ちいいと楽しさがさらに増す気がしますね。特にね、平日だともっと嬉しい。僕からすると他の子供たちってライバルなんで。俺がディズニーを楽しんでいるのか、あいつら今からカタカナとか足し算の練習してるんだよな、っていうすごい優越感がありますね。どうやってミニーちゃんと結婚できたんですか？いや、どうやってって言われてもね、意外かもしれませんけど、結構ミニーの方からぐいぐい僕に、アバテラをキャンセルで狙っているのですが、なかなか拾えません。安心して、そんなもんだから。それでも拾えるまで諦めなかった人だけが泊まれる部屋なんだっちょ。飛行機の中は何して過ごしていますか？これは毎回同じなんですけど、動画の台本を考えたり、動画で使うボケを考えまくったりしています。なんか飛行機の中って面白いボケを思いつきやすいんですよね。なんでそんなに面白いんですか？ズバリ、人間の生存本能です。見た目がいいわけでもない、性格がいいわけでもない、石油王の息子でもない、そんな僕が男としてこの世で勝つためには面白くならざるを得なかった。そして滑り散らかして戦いに敗れた。世界のディズニーとかは行かないですか？行ってほしいです。これは僕もめっちゃ行ってみたいんですよ。一番気になってるのは香港ですかね。たださ、まだトイレリゾーも楽しくて忙しいし、ましてや海外に行くのってなかなか決心つきませんよね。海外が俺のとこ来てくれ。オスカーとメル君のチャンネル設立は可能性ありますか？子供が大好きなんで。ここにいるんで聞いてみますね。どうなん？いやいや、そんな恐れ多いです。僕たちはオルトさんがいるからこそこうやっていてもらえてますから。そうっす、オルトさんのいないチャンネルなんて伸びるわけないじゃないですか。はあ、そっかそっか、そういうことらしいです。みんなごめんね。正直今月はディズニー行かなくていいやって思うことはありますか？これだけ毎月遠方から通ってるとそう思ってもおかしくないじゃん。思わないんですよ。いや、むしろ今月行かなくていいやって思ってみたい。たまにはディズニー以外も行きたい。でもやっぱりディズニーがいいってなっちゃう。好きだ。いつも楽しく見てますが、質問はないです。足のサイズは 26.5 です。カナブン事件で慌てていましたが、オルトさんの他の怖いものは何ですか？めっちゃ吠える犬。オルトさんが今まで食べたパークフードやルームサービス、レストランのメニューの中で一番教えて。これも決めきれなさすぎて答えるのやめようかと思ったんですけど、アラサー頑張りました。めっちゃピンポイントですけど、僕がこれまで食べたトイレリゾーの食事で一番だと思ったのはこちら。これはね、ミラコスタのセットメニューだったと思うんですけど、実はコロナ禍でパークが休園してる時に食べたやつです。この時はパークが閉園しててめっちゃショックだったんですよね。だけど、まあ、せっかくだからと思って頼んだんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。いや、味はもちろんなんですけどね、パークは休園してるのに食事でこんなに楽しめるんだって思って、すっごい感動したのを今でもはっきり覚えてます。そういった意味でも今回これを一番にしました。まあ、ちなみに人生で一番うめえって思ったのは、ホットモットの親子丼。いつもご利用ありがとうございます。ランドとシーで好きなレストランベスト3を教えてほしいです。まだ行ったことがない場所も少しあるんですけどね、経験した中だったらランディだとポレニシアンテラスレストラン、グランマサラのレストラン、ブルーバイユーレストラン、スイだったらザンビーニブラザーズリストランテ、ミゲルス、エルゾラド、キャンディーナ、ガナレットです。あれ、原さんのやつ
なんで急に質問コーナーやめたんだ？それが、秘宝があるんです。なんだなんだ？実は今日、旅行なのに、ミニーちゃん忘れてしまったらしいんです。そうなのか？なるほど。それを思い出したから、あんな状態になってしまってんのか？そうみたいっす。さすがにそれは、同情するな。アラサーの気持ち考えたら、胸が痛みますね。今日は、そっとしといてやるか。そうっすね。顕著しているオルトさん、具体的にどんなことをされていますか？顕著に関する質問めっちゃ多かったんですよね。だからここで僕がやってる顕著を一気に紹介したいと思います。毎朝25分くらい散歩、その後冷水シャワー、野菜中心の食生活、牛肉豚肉は極力控える、添加物だらけの食べ物は食べない、白米じゃなく玄米、油はオリーブオイル、揚げ物はほぼ食べない、毎日8000歩以上歩く、毎日ヤクルト1000、ヤクルト飲むから他の甘いものは控える、毎日15分くらい湯船に使って汗をかきまくる。内容とかを詳しく書き始めるとキリがないんで省きますけど、口に入るものはだいぶ気を使っていますね。で、正しいかもわかんないですし、何が効果出てるかもわからないんですけど、僕昔から鼻炎と花粉症がめっちゃひどくて、1ヶ月に数回鼻水で動けなくなる日が20年以上来てたんですよ。それがほぼなくなりましたね。この前久しぶりに来たんですけど、それも1年ぶりくらいでした。風邪もひきまくってたのに、もう最後に風邪をひいたのはいつなのか覚えてないくらい。全部にいい影響があるかわからないんで、絶対にやった方がいいとは言えないんですけど、一つだけめちゃめちゃおすすめしたいやつがある。それが毎朝の散歩。僕ずっと便秘で悩んでて、ひどい時は5日くらい出なかったんですよ。ところがすっとこどっこい、朝の散歩を習慣にしたら、もう毎日滝のように。どうしたらそんなに年に何回もディズニーホテルに泊まることができるんですか？人が遊んだり休んでいる間にも毎月ディズニーホテルに行けるようになるための行動をしてきた。そして様々な誘惑にも負けなかった。オルト、飲みに行こうぜ。断った。オルト、次の連休みんなで旅行に行くから来いよ。断った。オルト、次の飲み会、お前のドタイプの子が来るから来いよ。ちょっとだけ言った。その結果、こうなりました。YouTuber になろうと思った時は悩みましたか？それとも即決ですか？いや、もうめちゃめちゃ悩みましたね。多分前世から悩んでたと思います。実際1本目の動画を作ってアップロードした後も、公開ボタンを押すまで5日くらいかかりましたからね。めっちゃ悩みました。滑ったらどうしよう、知り合いから笑われたらどうしようって。でも気づいたんです。挑戦してるのを笑ったり、裏でこそこそバカにしている人ってサブキャラしかいね。人生って笑われても一歩踏み出したやつだけが主人公になれるんだって。そう思ったら、迷いは一気に消えるわけでもなく、その後も悩んだんですけど、もう勢いで押しましたね。一人ホテルステイを楽しむコツは？これよく聞かれるんですけど、やっと明確な答えが出ました。これは当日何かするっていうよりも、事前準備がめちゃめちゃ重要。ホテルに行くまでの間はね、がむしゃらに働いたり何かを頑張る、あと少しでトイレリゾート泊が待ってるからって自分に言い聞かせて、それまでの間は常に挑戦を続ける。そしてようやくやってきたホテルステイ。もうこれは特に何か計画しなくても、ただただ最高の幸せな時間なんですよ。好きな景色を見たり、 BGM やお部屋を楽しんだり、そしてまたここに来るために頑張ろう、もっとたくさん頑張ろうって気持ちになります。逆にね、あんまり普段頑張ってないと、行ったら行ったらいい楽しいんですけど、なんか物足りなく感じます。いかに日常とのギャップを作るか、これが一人ホテルステイを楽しむコツです。ウォルトさん大好きです。ミキーためには恋人関係とのことですが、それについての感想は？ああ、なるほど、ディズニーの中ではそういう設定なんですね。プライベートではもちろん僕が本命ですよ。急に顔出し NG にした理由は？これすごい多かったんですけど、何かが起きたからモザイクをかけるようになったわけではありません。元から出したくなかった。最初から出さない予定だったんですけど、後から理由を話しますが、 YouTube をやると決めたからには、時が来たら必ずメンバーシップとグッズ販売をするって決めてたんですよね。ということは、その人たちからお金をいただくってことじゃないですか。そう考えた時に、どこの誰か名乗らない、顔も出さない、お金もらうくせになんかせこくねって自分に対して思ったんですよね。だけど、どこの誰かとは名乗る度胸もありませんので、せめて顔だけでも出そうって思って始めることにしました。で、2、3年出し続けたし、もういいかなって思ってやめたのが顔出さなくなった経緯です。ちなみに顔隠してるからわからないと思うんですけど、今はここくらいまで髪の長さがあります。
気持ちが落ち込んでしまった時、どう自分を盛り上げていますか？まず落ち込む時はひたすら落ち込む。嘘だと言われそうですけど、僕ひどい時は部屋を真っ暗にして部屋の角にうずくまって落ち込んでいます。で、これでもかってくらい落ち込んだら、やっぱりいつか立ち上がらなきゃいけないわけじゃないですか。そうなった時に僕はこんな感じの変な動きとか、あとは即興で作った歌を歌って気分を上げています。動きと気分って連結してますからね。ふざけてたら落ち込みたくても落ち込めなくなるんですよ。ちなみにその変な歌を歌ってる時に降りてきたのが、この曲たちなんですよね。落ち込んだ時にはこれ聞いてみ、ムカつくくらい落ち込めなくなりますよ。今までもらったプレゼントの中で一番嬉しかったものは何ですか？これは以前だったらめちゃめちゃ迷ったんですけど、最近一番嬉しかったものが分かりました。これはね、もうガチなんですけど、みんなからいただく写真ですね。例えばこの前グッズを買ってくれた人たちが実際に届いたやつを送ってくれたり、大人子供問わずそれを笑顔で来てくれてるのを見れた時はリアルに一番嬉しかったですね。だってこういうのってお金で買えないものじゃないですか。自分が続けてきた行動が誰かの笑顔に変わった瞬間を実際に見れるのは、どんなものをもらった時よりも嬉しかったですね。これ本当に好感度上げに来てるわけじゃないですからね。本気で言ってます。だって別にこんなこと言わなくても好感度高いし。オルトさんと一緒にディズニーに行きたいんです。一緒に行く方法はありますか？直接誘ってくれたら普通に行くよ。ウィンク。就活がうまくいく気がしません。アドバイスをください。僕就活っていう就活したことないし、2社しか受けなかったんであんまりわからないんですけど、大体の面接に受かる方法ならわかる。これ言わなきゃって準備するのやめて、聞かれたことにありのまま答えて堂々と楽しそうに喋る。そして清潔感をしっかり出す。そうしたら大体受かる。なんか準備しようとすればするほど予想外の質問が来たら答えれなくなってテンパっちゃいますね。それにうまくいかなくてもいいよ。どうせ日本人の 60% は転職するから気楽に行こうぜ。まあそんな僕は面接緊張しまくって噛みまくりましたけどね。オルトさんはどんなお仕事されていますか？これは圧倒的に一番多かった。なんか遊んでばっかりだろうなって思われそうですけど、こう見えてここ4年間仕事をしなかった日は1日もありません。ディズニーホテルにいてもどこかの時間で仕事してるし、1日の23時間30分遊んでも残りの30分は絶対仕事する。だからなんかたまにコメントでいろいろ書かれるんですけど、普通に働いてますからね。好きなことをやってますけど、働き方はもう闇ドブラックです。でもどこかに雇われてるわけじゃないんで、セルフブラックですね。まあそれでも好きなことを仕事にできたら疲れないし楽しいです。どれだけブラックに働いても好きなことをやっていれば心はホワイトなんですよね。今まで見たショーやパレードで一番好きだと思ったのは何ですか？初めてディズニーに行ったのが僕8年前くらいなんで、そんなにたくさんの種類は知らないんですけど、好きだって思ったのはファッショナブルイースター。多分数回しか見たことないんですけど、ミラコスタからとバケバ席で見て、その時のダンサーさんたちの表情とか、このカイトっていうんですかね、それを操作してる人とかの姿を見て、もうめちゃめちゃ感動しました。今でもね、運転しながら音源聞いたりしています。ミラコスタとファンタジースプリングスホテル、どっちが好きですか？これはね、選べないって言いたいところですけど、僕の中で答えが出ました。一人で行くときはミラコスタ、誰かと行くときはグランドシャトーです。なんでかっていうと、ミラコスタは言うまでもなく、あのこだわった作りと世界観が最高。それに加えて、一人で行っても楽しめるポイントがたくさんあるんですよ。どの部屋になってもパークの特化したの部分を感じることができるし、スペチだったらサロンにも使えるし、ルームサービスもその日の気分で比較的頼みやすい。一方でグランドシャトーはこっちも言うまでもなく、あのこだわった作りと世界観が最高。それに加えてどこの部屋を選んでも広いから、複数人で行ってもすごい快適に過ごせるし、アメニティや備品も豪華だし、やっぱり誰かと行くときはパークを楽しむことが多いと思うんですけど、そんな時はアトラクション利用券とかで快適にパークを楽しめる。それにこのホテルの壮大さを誰かと共有できるのはめちゃめちゃ楽しい。赤だし運営よね。マジ？絶対一緒だし、なんだけど一緒？嘘。いや別に赤もう別に嫌じゃないけど、まあ個人的な意見ですけど、僕はそう思いましたね。でもバリバリ個人的感情を入れまくるとしたらミラコスタかな。本当にここを体験したから人生が変わったし、その感謝はやっぱり一番でかい。まあそれなしだったらやっぱりどっちも良さがあるし、世界観も最高なんで選べないです。
子供がオルタクになりたいと困らせます。どうしたらいいですか？これはおそらくメンバーシップのことですね。それは困らずにオルタクにならせてあげたらいいんじゃないかな。子供さんが何歳か分かりませんが、実は中学生とか小学生とか、それよりも小さい子もライブ配信を見てくれてる方が多いです。だってこのチャンネルよ、子供にはいい影響しかないよ。いつもおしゃれなオルタさん、好きな服のブランドはありますか？これは特にないですね。ネットとか店で、あ、これいいなって思ったやつを買っています。買う回数が多いのはザラ。あ、でも好きなショップだったらありますよ。それはオルタショップ。最近毎日23時間オルタさんの動画見ています。何回も見てほしい一番のおすすめはどの動画ですか？一番好きって思ったやつを何回も見てほしいんですけど、やっぱり最近の動画だとこのグランドテラスルームの動画ですかね。ハスミラコスタを思い出すくらい感動したし、ゴディリゾー初のラグジュアリーホテルができるタイミングを見れたって記念もあるし、ラグジュアリータイプができる前からできたと、そして泊まれたっていう記念もあるし、編集も頑張った。他の動画だとこの辺が個人的には好きですね。あとできれば1日 4,5 時間見てほしい。 T シャツの再販ありますか？これも多かったんですけど、再販はありません。ありがたいことにたくさん再販希望をいただくんですけど、最初にやらないって言っちゃったので再販は今後もありません。だけどあまりにもたくさん声をいただくんで、実はオルトグッズの秋冬バージョンも今制作しています。これもめちゃめちゃ最高のデザインになったんで、楽しみにしててくださいね。少しだけ見せちゃおうかな。はい、ドン。オルトさんの座右のは何ですか？大切にしてる言葉はたくさんありますけど、よく自分に言い聞かせてるのは、今が未来を作るということです。僕一番太ってる時、今よりも20キロくらい体重重かったんですよ。地球からも聞こえてきました。重いから痩せて。頭では痩せなきゃ痩せなきゃって思って、いろいろ方法を調べても結局面倒くさくなって、明日やろう今度やろうってなっちゃうんですよね。もちろんそんなんで痩せるわけもなく、数年間ずっと太ってました。これは仕事でも健康でも人間関係でもそう。大事にしたいって思ってるものがあったら、その時に大事にしないと願ってる未来ってやってこないんですよね。当時大事にできなくて今でも後悔してるものってめちゃめちゃあります。マジでクソ人間だったんで。いや、今もかな。でも逆にこうしたいって思ったことがあれば、今からそれを叶える行動を続けたら、しばらく何も変わらなくても昔より圧倒的にいい未来が見えてくることに気づきました。気づいたのはほんと最近ですけどね。だからさっき話したみたいに、登録者が一人もいない1本目の動画を公開するときにメンバーシップを作る、グッズを販売するって決めてたんですけど、数年後の今はメンバーは200人近く、グッズも1000名近くの人が使ってくれています。当時思ってた以上の未来がやってきましたね。だからみんなには本当に伝えたい、あざす。でもこれに気づけたのは、元をたどると初めて見たポスターを体験して、いつでもここに来れるようになりたいって思ったからです。そこからいろんなことを始めてみたら、明日とかではなく今やってる積み重ねが未来を作ってるんだって気づきました。だから逆にあの時ミラコスタを体験してなかったら、今でも呼吸をするかのように糖分を吸収し、やりたいことはあるけど永遠にいつかやろうって言ってたと思います。だからミラコスタにはすごく感謝していて、頭が上がらないので館内を移動する時はいつも土下座しながら歩いています。さあ、いよいよ50問目最後です。いや、長かった。まだ見てる人いるんですか？最後まで見てくださったあなたのために、一番最後は一番際どい質問を採用して終わろうと思います。はぁ、緊張しますね。ティポ取るな。ごめん、でもティポ取りたい。YouTube 以外にも毎週非公開の限定動画があるメンバーシップや限定インスタアカウント、プライベート満載のオルトブログもやっています。ぜひ見に来てね。